初めての表彰台へ、ショート5位でフリーを迎えました瀧野莉子。未来を見据えて守りに入りたくないと、この大舞台でもトリプルアクセルに挑みます。表情にも注目のフリー。ショート5位、瀧野莉子で「ミゼラブル」。自分を超えるための挑戦。トリプルアクセル。イリュージョンからのレイバックスピン、軸が安定していて回転も素晴らしいですね。こういった一つ一つの表情もしっかり音楽を表現しているなと思います。ダブルアクセル、トリプルトーループ、流れのある綺麗なジャンプでした。そして後半、もう一つ流れを作る大事なコンビネーション。トリプルフリップ、ダブルトーループ、ダブルループの3連続ジャンプ。トリプルルッツ。ステップシークエンス。とても体を大きく使っていますね。トリプルサルコー、ダブルトーループ。コンビネーションスピン。体を目いっぱい使って大きな演技を届けました。ショート5位、瀧野莉子。そしてトリプルアクセル、瀧野のチャレンジ、その挑戦の心に大きな拍手が送られます。村上さん、はい、上位争い、僅差という中で、はい、瀧野は挑みました。はい、転んでしまったんですけれども、ちゃんと締めれたということは次につながる自信になると思います。本人も成功、そのイメージよりも挑まない自分から、逃げてしまう自分から、このチャレンジを選びました。これがそのトリプルアクセル、回転はすごくしっかり回ってると思うので、はい、あとはパッと開くだけですね。あと一歩のところまで近づいている、はい、そう言っていいかもしれません、はい。まあ、そしてこのジェフリー・バトル振り付けのレ・ミゼラブルですけれども、本当に大きく滑り切りました、はい。表情一つ一つも本当に気持ちの入った演技だったなというふうに思います。これからのスケート人生を見据えて、今から逃げてはいけないとトリプルアクセルに挑み続けている瀧野莉子です。またその他のジャンプも、瀧野も身長が伸びて少し感覚の違い感じながら今練習しているということなんですね、うん。さてここまでの順位です。2年ぶり全日本シニアを目指します横井ゆはながトップ 172.97、そしてノービス A チャンピオンの吉田花が 158.04、2位につけています。瀧野莉子はこのフリーで 114.11、 シーズンベストに近い得点を出しますとトップに立つことができます。さて瀧野の得点です。フリーの得点 105.91、 そしてトータル 164.78、 この時点で横井ゆはなに次いで2位に入りました瀧野莉子です。素晴らしいチャレンジです。